さて皆様にはカラフルないちご色を衣装に取り入れていただきましたあのぜひ皆さんからねファッションのポイントも含めてご挨拶を頂戴したいと思うんですが角野さん1月1日に89歳になりましたおめでとうございます <laughs> 今日初日を迎えて今どんなお気持ちでしょうかなんか恥ずかしい なんかこんなところに私はいる人なのかなと思ってちょっと恥ずかしいけどこういう機会をいただいて皆さんに見ていただくのもあの今この世の世プレゼントかなって <laughs> 思ったりしてます、えー、こういうあの普通の物書きなんですけれどもあの監督の宮川さんがなんか。 取っていただいて、まあこの素材をすごく生かしていただいて、150%以上うまくできているんじゃないかと思います。そして私みたいな江戸っ子の言葉じゃない、すごく綺麗なナレーションをつけていただいて、あの本当にありがとうございます。<laughs> あの楽しい映画になると思いますので、皆さんごゆっくりご覧ください。 ありがとうございました。今日いらしていただいてありがとうございます。さあ、その江戸っ子ではない、きれいなナレーションを担当されました。宮崎あおいさんです。皆さんこんにちは。あの私はナレーションという形で今回参加させていただいたので、こんな風に一緒に登壇させていただくのがちょっとこう。いいのかしら？という気持ちもあるんですが、あの1つ前に舞台挨拶をさせていただいて。 お客様のお顔を拝見したときになんかこうちょっと涙を流していらっしゃる方がいたりあのお人形を持って見にいらしている方がいたりしてこう皆さんが角野さんのことが大好き角野さんの作品が大好きっていうのがすごく客席からも伝わってきたのでなんかそんな空間に自分も参加させていただけてすごく嬉しいなと思っておりまますすす短いいい時間でががよろししくお願いしますありがとうございます。 そして次は本作が初の監督デビュー作となりました宮宮川川監督です。す。す。お願いします宮川と申しままと申私、初めてその映画監督っていうのをさせていただくことになってもうこれ、どうしようかなとちょっと大丈夫かなと心配になってあの実はその女性を主人公にしたドキュメンタリー映画っていうのをもう世界中の片っ端から見たんですね。 でその結果あのこれは大丈夫だとあの確信したんですあのこんなに素敵な被写体は世界広しといえどもまあそうそういないので、まあ、誰がどんなふうに作ってもあの絶対いい映画になるのは間違いないとあの自信を持ってあのあまり変なこう。 かっこつけてスタイリッシュにしようとか、肩に力が入ってなんかどうこうしようなんて思わないで。素直にあの自分の見てきた。角野さんっていうのはこういう人でしたよ。っていうのをあのまとめたらいいんじゃないかなと思いました。あのこの笑顔はあの拙いながらも、私から角野さんへのラブレターみたいな気持ちであの作らせていただきました。 でそれを本当にあの宮崎さんにその、まあ、言ってみれば「ラブレター」を代読していただけたよということなのであの本当にそれは幸せなあの経験をさせていただけたなと思っていいますはい監督ありがとうございます。さあそれでは先ほどですねあの控え室で角野さんと宮崎さんが「はじめまして」とご挨拶されていたあそうか初めてなんだと思ったんですけれども。 そうなんですね。お互いご印象いかがだったんでしょうか。角野さん。あ可愛い,い。おお可愛いですよね。うん、本当に可愛い,いし、あのキュートですよね。うん、なんか可愛い,いっていうよりキュート。であのお話もあまりしてないんですけど、今ご挨拶が上がってるとやっぱりキュートとスマートな方だなっていうふうに思いました。うんうん、宮崎さんはいかがですか。 本当にもうあの控室に入った瞬間に角野さんがいらっしゃって本物のあの児童文学作家の角野英子さんだっていう衝撃というかあのもうずっとテレビでナレーションを当,てた当てさせていただいて拝見していたので本物の角野さんだっていう気持ちが一番大きかったんですけどちょっと合間でお話をさせていただいたりとかして「あの黒川の手帳は」 ななんで黒なんでで黒すかとかと他にねあの身近に持ってらっしゃるもので黒いものがあのないなと思ったのでそんな話をしたりお洋服はアイロンかけられるんですかとか,なんかそんなこう個人的にこう自分が見て気になっていたこととかもちょっと伺えたのですごく嬉しくて楽しいです。はい そうですね、あの今までテレビに出ていた人を見るとあ本物だって、はいね、きっと会場の皆さん宮崎さんを見て今そう思ってると思いますけれども <laughs> 同じ気持ちになっていいまますすす、はい、そうでね生身だって思いますもん、ねうん、監督はこのお二人の組み合わせいろんな新しいものが生まれたと思うんですけれども宮崎さんをそのナレーションにお願いしようと思ったきっかけなどはあったんでしょうか。はいまああの 番組を作る時にとにかくそのナレーションだけじゃなくて角野さんの作品の朗読っていうのを知っていただかなくちゃいけなかったのでそれはやっぱりああありとあらゆるる作品があるわけですよねあの13歳の危機にもなっていただかなくちゃいけないしなんかこう母の心で。 読んでいただきたいものもあるし幼い子供の目線で書かれた作品もあるので,でやっぱりそれが全部できる方っていうとあの宮崎さん置いて他にないんじゃないかっていうふうに思いました。うんうん で,でもあのずっと番組をあの2020年から4年がか,かりであのナレーションしてきていただいたんですけれどもあの映画のナレーションに来ていただいて第一声を聞いた時にあのもう本当に鳥肌が立ったんですよねあのそれまでの番組のナレーションというのは本当にあの客観的に内容を説明していくっていう中身なんですけれどもこの映画の,あの主語はあの実はその私たちの歌たち 制,制作者というかあの私たちが主語なんですよねあのこういうふうに角野さんを見てきましたというであのそれを宮崎さんが読んでくださった時にあのそんな説明を実は番組とは主語が違うんですみたいなことを言わなくてももうあもう全部分かって読んでくださっているとあのあ本当にそういうふうに読んでいただきたかったんですっていう。 形であの私も感動しながらちょっと宮崎さんのナレーションを撮らせていただきましたあこれからご覧いただくんですよねあのナレーションそ,そんな意識しないで見ていただけたらとは思うんですけれどもあの素晴らしいナレーションを当てていただいたと思います宮崎さんとしてはそのテレビ用と映画用と何か違う意識があったんですか<っ>そうですねありましたそのおっしゃっていたみたいに映画はこの 作り手というかその今まで見て監督たちが見てきた人からの目線というかでなんかそのラブレターのつもりっておっしゃってましたけど私も角野さんにラブレターを書いたことがあってなんかその映像を見た時にすごく素敵 <laughs> なんて素敵さ多分その海に行かれたお話の後かなそのナレーションを取った後にもう。 なんか角野さんのことが好きすぎると思って大好きですっての直接お会いしてね伝えることができなかったのでお手紙を書かせていただいてもうそれこそラブレターを書かせていただいたのでだから自分も角野さんのことが好きっていう気持ちは多分監督やその皆さんと一緒なのでなんかその思いであの映画の方はあのナレーションをさせていたただきましたえそのラブレーターの中身を伺ってもいいですか あでもあの本当にもうシンプルに何だろうな「好きです」ということとなんか私は角野さんの喜んでいらっしゃる時の表情とか表現の仕方がすごく好きだったのであの海に入られた時の「わ大好き!」って言ってるお声とかそういうのがとてもあの好きですっていうことをあの。 書いたかなと思います。はい、すごく字がおきれいなの。えー、<coughs> 今ね、意外と字が <coughs> ごめんなさい。あのパソコンでなさるので字にあんまり気を使わない方多いんですけど、うん、すごくき,きれいな字で私もびっくりしました。<coughs> あの出しいただくとはまず思ってなかったので、うん、びっくりしたのと。 あの私お返事はちょっとょ手渡されたのでね、うん、あの他の方からだからお返事を書かないで今日はですから本当に初め出し初めましてだったのです、えー、びっくりしました可愛いので <laughs> 内容はそのもう好きすぎる内容だったんでしょうかもう本当にあの身に余る光栄 です。<laughs> あの魔法みたいな手紙でした。カルンさんラブレターをもらったのは何年ぶりぐらいですか。どこまでがラブレターなんでしょう。そうですよね。ね本当のラブ、うんええ、それともあのなんていうかしらあの好きが入ったラブすべ <laughs> て含めて。 いや、本当のラブっていうの忘れちゃった。<laughs> 本当のラブはもう。でも時々あのそういうふうに小さなお子さんからも来ますよ。うん,うん。あ、とても可愛いし、えー、絵を描いてくださったりするし、あのそういうのはとても嬉しいですね。えー、そうですよね。うん、あのもちろんあの文字がたくさん書いてあるのも。 あのそれなりに読み込んでくださってるんだなと思ってあの嬉しいですけれども、うん、まあ、たくさんいただいてますありがとうございますありがとうございます <laughs> で宮崎さんもラブレターもらう方が多いとは思うんですけれども私もあのお手紙を書くのが好きなので、うん、よく書いてます、ね、あそうですかはいラブレターもよく書いたりしますか <laughs> そうですねラブ <laughs> レターですね好きな人に書くお手紙だからそれが異性であっても同性であってもラブレターになる気はしますしきっとその角野さんに届くお手紙っていうのは角野さんの作品から皆さんがいろんなものをこう受け取って多分あ「ありがとう」の気持ちを伝えたいとか「このセリフがすごい好きだった」っていう気持ちを伝えたいあでもなんか伝えるすべがないからお手紙書きたいって衝動になるんだと思うのでなんか本当に思いが詰まったお手紙が角野さんから 送られた作品のお返事がいっぱい届いてらっしゃるんだろうなと思うのでなんかいっぱい素敵なラブレターを持ってらっしゃるんじゃないかなと思います今ねもう時代がお手紙よりもメールだったり LINE だったりいろんなツールが発達してますけれどもそういった中でもやっぱお手紙っていうのは宮崎さんにとってもちょっと違ったものなんでしょうか ははい私にとっては特別ですなんかやっぱり人からいただいても読み返したくなるのはお手紙の方がこうちょっとこうか強いかなと思ったりもしますしその人の字とかなんかこううん電話からは伝わってこないぬくもりがやっぱり人の手書きのものからは伝わってくると思うので,で便箋とかも選んでくれた思いとかも感じますしなんかもっとみんながお手紙いっぱい ね、なんか各週間がもっと増えたらいいなって思いますねうん、うん。そうですよね。監督はラブレターの話してもいいですか。<laughs> はい。はい。<laughs> はい。<laughs> あ、え? <laughs>。<laughs> あ、大丈夫です。あの冗談です。大丈夫です。は <laughs> い <laughs>。自分のですか <laughs> いや、でもね、あの四年間密着されたということですけれども。長いですね。一つのドキュメンタリー作品で四年間。 どんんな暮らししぶりだったんでしょうか監督いや,ああ <laughs> いや確かにあのえ映画の編集しながら随分たくさんの映像を撮らせていただいたなってやっぱり思ったんですけれどもそれであのー、そ,そうですねあのい,こういいところだけ映画ではなんか素敵なところだけをこうつまんで作ったのかと聞かれたりするんですけれどもあのそんなことないんです。あの別に あのいいとこだけを撮ったというわけじゃなくてあのいつお会いしても本当に愉快であのご機嫌がよくって、うん、あのこちらも楽しくてあの毎回その撮影から帰る時にはなんかこういい気分であの今日もなんか素敵な撮影ができたなと思って、うん、幸せな気持ちで帰るというようなあの4年間だったなと思うんですね。であの 角野さん実はものすごい晴れ女なんですよそれで普通4年も撮影したら絶対雨の日ってないよとおかしいんですけれども映画の編集するときに見直したら本当に雨の映像が全くなくて逆にええと思うぐらいだったんですね、うん、あの台風があの2つ直撃しているときでもなぜか角野さんの撮影をしている間だけは雨が降らなくて、うん で私たちが渋谷に戻ってきたらなんかもうバケツをひっくり返したような大雨であのもうみんなズぶぬれになるみたいなあの本当にそういう感じでやっぱり魔女なんじゃないかと私は思ってるんですけれども <laughs> で唯一降ったのが実は映画のラストシーンなんですけれども、うん、まそれはちょっとぜひご覧いただけたらと思います,す、はい、これから。唯一のとということででも 今ね89歳でもずっと今も現役続けていらっしゃるわけですけれどもあの宮崎さん89歳になって自分はどういった暮らしをしているとか想像されたことありますかうんあでも私の祖父母で考えるとあの89歳とかまあ90歳くらいの時にこう。 孫たちとしては一緒に旅行にいっぱい行きたいので、うん、あの誘って「誕生日だからさディズニーランド行こう」とかって言って、うん、その祖父をあの車椅子に一緒に乗ってなんかこうディズニーランドに行ったりとかした記憶があってでも自分がその89歳になった時になんかできるかなって思うと。 祖父母は結構大変だったのかななんて思ったりも <laughs> するんですけどでも角野さんにお会いすると本当にお元気でいらっしゃるのでなんか角野さんみたいなあの大人にこうなっていけたらいいなってすごい素敵な目標ね皆さんにとっても素敵な目標に ななるなと思ったりししますすお、うんうん、お仕仕事事はどうでしょうかお仕事ででょかか私はものづくりが好きなので今はその役者というその表現をする仕事をしていますけどそれがなんかたまたま役者ですけどもしかしたらものづくりという意味ではその撮影部さんだったり録音部さんだったり違う部署だったとしてもものづくりに関わってみんなでなんかこう時間を過ごして。 それを誰かに届けるっていう作業が好きなので、うん、あの何かしらのものづくりに関わっていたいなとは思います。<ー>はい、それはまあドラマだったり、その今とは関わりのある関わりのないっていうのは特に関係なくですか？そうですね。関係なくですね。刺繍が好きだったりもするので、<ー>でもうそういうものづくりも好きですし、お料理を作るのも好きですし、うん、誰かに届く何かを自分の手を使って生み出せたらいいなと思います。うん そうですよねそれにはまず健康第一、ねはい、健康第一です、ねはいうん、あの普段街を歩いてたりして、まあ、今日はね皆さんいちご色のワンポイントをつけていらっしゃってくださってますけれどもあの街を歩くくととすすごく目立つと思うんですよ門野さん普段もねとても目立つ色のお洋服お店になってますけれども何かこう声をかけられたりすることってよくありますか門野さん きっときあります。<う>でも、私、あの、マイクはい。ええ、やって来ちゃうんです。<laughs> ええ、やと。もう派手、派手かな、なんて思うんですけど。<え>まあ、いいや。来ちゃおう。って<笑><笑><え>思っちゃうんです、ね。だから、あまり遠慮しない。うん、で,ですから、あの、かのさんですか。って聞かれることは、時々ありますけど。えー、だけど、まあ、大抵遠くから会釈ぐらいで。 あのとてもなんか久しみの込めた笑顔いただくことはあります。たまになんかこうすごく寄ってくる方とかいらっしゃいませんか？そんなにはないですね。すうん、宮崎さんはいかがですか？もちろんあり、ね、<laughs> <laughs> いやいやあの普段あんまりあの地味地味に生活しておりますので <laughs>、はい。何か対策をされてるんですか？<laughs> いえいえ,いえ何もあの。 私もたまに愛釈をいただいたらこう愛釈を返すくらいです愛釈し,してもらえるんですね <laughs> 皆さんもねあのぜひ街で見かけたらあまりイチゴ色が着たりしてませんかでも昔はそれこそカラフルなお洋服が大好きで着ていたので久しぶりに今日ちょっとこうイチゴ柄のこのお洋服を着たらやっぱり気分がすごい上がるから大事だなと思いましたうん、うん、なので もうちょっと色があるものをもっと着ていきたいなと思いました。次は何色に挑戦しましょう。ええー。何色ですかね。<laughs> な、そう。赤いのすごくよくお似合い。ありがとうございます。かわいい。すごく。このいちご柄でしばらく押したいと思います。<laughs> いいですね。では街で、はい。いちご柄を見かけたらもしかしたら。私ですはい。私か角野さん。<laughs> じゃあ皆さんあの遠くから会釈ぐらいで1つよろししくお願いいたします、はい、でも角野さんが魔女だとしたら宮崎さんって天女みたいな人であのなんか全然全くそんなスターぶったところとか近寄りがたいようなところはないあのとても物のやらかな方なんですけれども宮崎さんがナレーション撮りに来てくださるともうなんか。 あの何ですかね？何も言えなくなってしまうんですよ。<laughs> あの、これは,れはあのなんかかぐや姫とかってこんな感じなんじゃないかなって思うんですけど、<laughs> えー、な,なんかおい？それと話しかけられないというか。 ああなんか宮崎さんだみたいな感じがします。<laughs> そか魔女というよりは天天女女女のようだと魔女と魔みたいなあいいなですね <laughs> タイトルが「カラフルな魔女」ということですけれどもそれぞれにお聞きしたいんですがご自分を魔女に例えるとするとどんな魔女でしょうか、うん、角野さん。さ<あ> <laughs> 89ですからねだいぶ魔力も落ちてるんですよ。<laughs> ですかかららお天気ぐらいかな <laughs> あ<ー>でもねあのなんか予感っていうのは意外とするんです。今日誰か来るとかね。それは、ね、子供の時からあの、うん、そういう予感はするんですね。うんうん、でも、まあ、ちょっと少しは衰えてきますけど今日はせいぜいいっぱい書けますよ皆さん。うん、覚悟してご覧ください。<laughs> 魔法たくさん <laughs> 宮崎さんんん宮崎はどんな まあ、天女なんですけれどもあえて魔女と言うとすると私はもう、えー、とポジティブな魔女です <laughs> もう本当に基本的に前向きにしか物事を考えないのであのいつもそのおかげででもいつもすごい楽しくてなんかこうご機嫌に生活できていますしポジティブな魔女にしておきます。うん、ポジティブな魔女、はい 監督はいかがでしょうか。えー、<laughs> あの魔女に憧れる普通の <laughs> 人間です <laughs>。普通の魔女ということにしておきましょうか。<笑><笑>さて、あのー、監督次回作の話もちょっとお伺いしたいんですが、何か今撮りたいものなどはありますか。まあ、私なりにまあなんかこうあるんですけれども、今とにかくあの。 この映画の制作スタッフがなんかめちゃめちゃ寂しがってるんですね。あの、<laughs> もうなんか角野さんの映像をつなげないかと思ったら、なんか寂しいです。とかって、あの23、23日前もちょっとあったらそんなことを言ってたんです。けれどもで。角野さんは多分あの撮影が一段落して。 ちょっとせいせいしてらっしゃっ <laughs> あ、あそうなんですよきっともうもうお別れねこれでみたいなことをおっしゃ別れてたりしたんですがもしかして角野さんもちょっとそろそろ私たちに会いたくなってこられてたりしないでしょうかなんかあのあれこれ取らなくていいのかしらとか思っていらっしゃらないですかまああの宮川さんにはうちは何もないけどおにぎりとおみよすけだけはあるあるから。 あのおしゃべりしましょうとか申し上げてますけれども、うん、あのずっとお付き合いして仲良くさせていただきたいと思ってるんですが、何してんね、途中でこ止まっちゃったら困るでしょまた。<laughs> 完結しないで終わっちゃうかもしれない。矢川さん100まで行くっておっしゃってる、えー、<laughs> なので、あの次回作はぜひちょっとカラフルな魔女2っていうい,いかがでしょうか皆さん。<laughs> ね、では早速いつ頃から撮影始めましょうか。加藤さんと帰りにご相談したいと思います。<laughs> はい、ね、次回作もお楽しみにしたいと思います。えっと、先ほどから申し上げてますように、まあ、だいぶの年なんで、私ももう人生これが一番華やかな終わりかと思っておりましたけれども、こういう素晴らしい映画を作っていただいて。えー また新しい扉が私に開いたかなっていう気がいたしまして、なんか楽しいことが起きるんじゃないかと期待しております。そんな気持ちであとおりますので、皆さんも今日は私の魔法にかかったとつもりになって楽しくあのご覧になっていただきたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。